ホーミーズ。そう、そう、鬼親子。母です。息子です。お願いしまーす。前回のあのザーマッチで終わったんじゃないですか。前回ね、はい、鬼母が勝ちました。リベンジマッチですよ。あ、リベンジマッチやんの、はい、今回防衛戦です。防衛戦チャンピオンなんで。でもこのリベンジマッチの勝敗決めるのはあなたの脚本次第じゃないですか。やめてください、そういうメタ発言。あ、メタ発言ダメです。はい、ダメです。はい、この動画に行く前に、僕たちは明日の学校でちょっとだけ話題になるような面白い動画を投稿しておきます。ぜひ応援してくれるよって方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。押してくださいね。それではコント天才小学生 VS 鬼母リベンジマッチ第2戦まで、いってらっしゃい。いってらっしゃい。熱い熱い。ママただいま。あ、おかえりなさい。明日から夏休みよね。夏休みの宿題今日中に終わらせないと。荒野行動のデータ全部消すわよ。鬼母である。世の中のゲームというものは娯楽を超え友人との交流の場でもあり、そのアカウントでの数々の思い出は第二の人生と言っても過言ではない。データを消すという行為は過去の課金歴だけではなく、思い出を消すというこの世で一番重い子供への罰則なのだ。何言ってるの母さん。全部終わってるよ。天才である。母の意思を事前に汲み取り、ゲーム時間を確保するためにも宿題は放課後に全て終わらせてくる。これは天才小学生が鬼母の反対を押し切りプロゲーマーを目指す、そんな物語である。じゃあ僕は荒野行動の時間だから部屋に戻るね。邪魔しないでね。まずい、このままではあの子本当にプロゲーマーになってしまう。どうにか阻止せねば。あ、そうだ。帰るわよ。はるかお、ちょっと夕飯の買い物を手伝ってほしいんだけど、人参買い忘れちゃったからお使い行ってきてくれる？ちょっと今いいとこだから行けないわ、ごめん。帰ってきたら余ったお金で新作スキン出るまでガチャ回していいわよ。ママ本当にありがとう、行ってきます。あ、本日5丁目のスーパーが野菜 10% オフでポイント2倍キャンペーンやってるから、そっちの店舗に行ってきます。所要時間18分、行ってきます。気をつけて行ってらっしゃい。さてさて、早速始めちゃおうかしら。あいた、あいた、お腹痛いわ。なんで、まさか昨日3個親子丼食べたからかしら。3個親子丼、3個親子丼、親子丼。あ、これは失礼。あの子のゲーム機どこかしら。あの子のゲーム機、あ、あったわ、あの子のゲーム機。これを間違えて、あ、落としちゃったなんてこと、よくあるわよね。よくあるわよね。3、2、1。母さん。あ、ちょっと、誰？母さん。誰の声なの？ちょっと、誰？ダメだって。いくつだよ。どうして？どうして？どうして？どうしてあなたがいるの？どうして？監視カメラ。ルカオの部屋は監視カメラによって24時間体制で国家安全保障局が監視している。ルカオは過去に友人に50万円盗まれた経験があったのだ。ちなみにこれは実話だ。ああ、そうですか。ああ、でも私まだ何もしてませんからね。あ、まだっていうか、あの、この後も何もしませんからね。うん、ということより人参は買えたの？それは大丈夫。実はこの前45分で人参たくさん食べた方が勝ち対決っていう遊びをしたから、その余りが残ってるんだ。何その岡崎の YouTuber がやってそうな遊び。じゃあ僕もゲームに戻るね。お母さんも料理頑張って。困ったわね。もう私にできる手がない。私のカードはもう全部なくなった。ああ、どうしよう。ああ、イライラする。ああ、イライラする。どうしようかしら。この子のことはどうにかしてやりたいぜ。いいぞ、今日調子いいな。よし、この調子、この調子。困ったね。めっちゃ見てる。大丈夫あの人。一回機嫌取りするか。別に何もしてないよ。うん、別に何もしてないって。
あら、お母さん、すごいスタイルが良くてね。おぉ、もう、この茶髪もすごく綺麗で、こうね。あら、おめでとう。もう、今日くらい許しちゃおうかしら。本日の勝敗、ルカオの勝利。理由、ゲーム時間を確保できたため、鬼母と天才ルカオの戦いは、まだまだ続く。おかえりなさーい。途中僕気になったことがありまして、はい、50万盗まれたのは実話ですみたいに実話です。あ、実話。今となってはもう笑い話、笑い話ですけどね。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価と Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。熱すぎる。